ストのラムリー。イエーイ。そろそろ行く。これすなんかすだ。本当にね、マレーシア人の方々に優しさ、本当に感じました。ハロー日本、スロバキー、チョケジパン、トゥクです。ナンマッサイヤ、ショー、イエーイ。ハリーに、キタブラダーディ、ピストロ、ヤミー。はい、そうなんです。ここ、見ての通り、ラムリーバーガーの店舗です。いつもね、屋台で食べてるんですけど、ここ、いつもと違ってね、ラムリーバーガーなんですけど、ラムリーのビュッフェだったり、他のメニュー、いろんな、もうレストランになってるんですよ。おー好きでしょ大好きということでね、今日はここ絶対好きやろうなってことで、2人で撮るのも久々じゃないですか。確かに、久々の、はい、久々でしょ。久々だな。はい、それで、ちょっと鼻が詰まってるそう、久々に2人で撮るってことでね、やっぱり大好きなラムリーバーガーをね、2人で食べようかなと。久々ここやってまいりましたんで、楽しんでいきましょう。ビュッフェ、早速行ってみましょう。イエーイ。すごくね、これない、はい、あ、はい、あ、それ任すから。いやいやいや、すからすから。メニューがさ、全然ちゃう。だから俺らの知ってるラムリーじゃない。本当だ。あだかビュッフェハリニー。あだそろそろビュッフェない。そろそろ、そろそろあ、マジか。昼間しかやってないんだって。なんだと。OKOKOK じゃあもう今日はビュッフェって4時までしかやってないらしいんですよ、はい、だから今日はね、普通のやつでちょっと今度リベンジしたいですね、プライベートでもね、はい、じゃあ今日は普通に。でもビュッフェなくてもたくさん美味しそうなものいっぱいあるから、案内してくれる。メニュー、どうした？できました。ラムリーミストロ、全然違うね。全然違う。もうメニューから違う。すごいすごいすごい。こんなもうテンション上がりますだから。よかった、ここを選んで。何にしよう。そしたらね、最近ね、もうショウちゃんはね、俺の好み把握しすぎてて怖いんだよね。でも俺一個分かってるよ。自分も好みです。あ、そう、好み似てるの。好み似てるから、俺が好きそうなところは全部好きやな。店員さんにポピュラーメニュー聞いてみない？オッケー、じゃあ、すみ、アパイアセだ。うーん、これね。じゃあこれ1個しますか。これ、これにする。イニーサト、ラム、ラムね、これね。アパマカ、テグマラ、テグマラアワ、テグマラアワ、これ、ナシ、チキンチョップ、グリルチキンチョップ。イニテグマラアワ、おー、イニーサト。あとさ、俺すげえ気になったのが、ムルタバ、あだかムルタバ、ムルタバサト。これぐらいでいいっすか？いつさ、じゃあ。オッケーだぞー。はい、はい、よっしゃー。なにこれ、もう幸せの匂い。これがおすすめバーガーね。おすすめバーガーで、これがおすすめチキン。グリルだね。そう、グリルチキンで、ムルタバ、うん、で、ポテイト。これがポテト。早速、食べましょう。はい、でこれ一口で。むちゃぶりすんな。もう味合わせてる。うわ。あ、うまそう、うまそう。いただきます。うまい。うまい。やっぱ屋台と違います。全然違う。これは。そう。牛と。ソースの割合が絶妙。ちょっと食っていいですか？先に。あのね、めっちゃ気になる。ラムリーのよく店舗で、屋台であるのが、ソース多すぎる問題。でしょ？ちゃんとお肉の味もあって、で、マヨネーズとブラックペッパーソースが入ってんだけど、めっちゃうまいよ。これめっちゃうまいでしょ？あ、これめっちゃうまい。肉しっかりしてる。うん、お肉もかわいいね。うまっ。じゃあこれですよ。うわ、めっちゃうまそう。これ朝になるな、これやっとったら。ここだろ。うまっ。これすっ、なんかすった。これうまいわ。グリルチキン。
おーやばいな。これはね、あの店員さんが私の好みですって言ってたんだけど、そうそう、ね、めっちゃうまい。これね、これ上品なの苦手なんですよ。そうなんだよね。ちょっと待って。ちなみに僕もっす。うん。あ、うまっ。ソースやばっ。あ、うまい、めっちゃうまい、これ。このライスがとても美味しいですって言ってます。いや、これめっちゃ味付いてると言いました。あ、これめっちゃ味付いてる。ほんまや。これうまい。ポテト。あ、おいしい。それケチャップっすか？ケチャップ。珍しいっすね。マレーシアってチリソースが多いじゃないですか。で、田中さんが他にもね、持ってきてくれたよ。バーミキュラソースとラッキーソース。あー、いいね。バーミキュラソース。これバーミキュラ。あ、バーミキュラの感じ。うまっ。バーミキュラ。ちょっとスモーキーですね、これ。うまいうまい。ブラックペッパー。ブラックペッパー。これはね、バーベキューが。僕もバーベキューですね。はい、これはバーベキューです。はい、テンパペルタマン、バーベキューソースです。テンパペルタマン、バーベキューソース。で、ムルタバも行きましょう。マレー風お好み焼き。卵焼きでしょ。お好み焼きっぽくないですか。そうだね。うん、うまい。柔らかい。うまくないですか。ムルタバって、マダムバザールとかで食ったことない店で食べたの初めてです。うまいっすよね。なんか、こんなになんかいろんなもの入ってたんだ。すげえうまい。でもね、でも31日に、マラッカ行ったんですよ。うん。で、刑務所博物館行ったんですよね。ほうほうほう。コメントで刑務所博物館あるよっていうのを教えてもらったから、その視聴者の方から。調べて実際行ってきたんですよ。うん、俺ね、日本の言うたら刑務所で働いてたわけよ、うん、マレーシアと日本の刑務所の違いとかいろいろ見るわけじゃないですか、うんうん、マレーシアの刑務所怖えわ。どういうこと？いや、なんかね、ムチ打ちの刑みたいなのあって、うん、ビデオで流れてるんですよ、その映像が。そうそう。あれでもね、そんな白黒とかじゃないから、最近だともカラーだったから。じゃあ日本は態度の悪いその囚人さんとかには何するの？いや、手は出さないですよ。例えば懲罰20日間、20日ねってなったら、朝昼晩の晩飯、あの飯の時間を除いてずっと座る。ラジオテレビとか聞けるんですけど、それもなし、面会もなし、手紙もなし、独房で座るだけ。わあ、きついな。でも日本 の、 あの受刑者はちゃんとそれを暴れもせず受け入れてやるんですよ。でもあのなんか鉄叩かれたりはないんだ。ないないない、そんなんしたら俺らがクビになるから。ああ、そうなんだ。で、当時の本当に使ってた部屋とかもうあって、ドラマの世界、あのもうコンクリート、天井高くて、もうあのドラマ、映画、日本は違うから。だるまいね。一回行った方がいいですよ。考えて玉川島さん、あのミュージアムペンジャーラマラッカにあるので今度行ってみましょうか。行きたいね。ということで、切ったっすけど、まあまあ食ったね。めっちゃ食ったじゃないですか、うん、もうお腹いっぱいじゃないですか。お腹いっぱい。ただね、ここにはラムリーが出すデザートもあるんですよ。なんだとということで、これです。ゾン、まず多分サンデーかな、これ、うん、サンデーとラムリーのチーズケーキ。何それ、どっちも行く。どっちも行きます、うん、じゃあ何、俺はね、ラムリーのこのがっつりロゴが入ってるんで、これはね、ラムリーのチョコレートチーズケーキでも行っちゃおうかなと思います。じゃあ僕これサンデー、マストトライ、マストトライ。はい、ということで来ましたよ。すごくないですか、量多い。まずこれめっちゃ量多いのと、これさ、もう商品化されてるんですね、うん、ちゃんとしたロゴがラムリーと入ってて、ハラル認定もされてて、ね、おー、はい、これすごいっすね。これ何口でいけます？いや、10口以上かかるし何口っていけるの？飲むんじゃないですか、これ。あ、溶けたら飲めると思う。じゃあちょっとね、開けて食べますか。あ、幸せの味や。幸せの味します？一応自覚あります。僕が持つとね、ちっちゃく見えるんですよ。翔ちゃん持ってみて。いや、あんま変わらんわ。でもさ、あのさ、年明け一発目の動画でさ、しんくん間におったから、
マジちっちゃく見えたよ。いやマジそうっすね。大木と大木と枝みたいな。ちょっと俺もこれ、うん、食べてみよう。チョコレートチーズケーキ。あ、そういうことか。俺ら今手が油で。ああ、なるほどね。こういうこと？ああ、こう。今の声って。ああ、こう。ああ、こう。ああ、こう。でも想像してたチーズケーキとは違う。タルト？タルトだ。なんかクッキー生地が下に入ってる。ほら。めちゃくちゃうまいこれ。めっちゃうめえ。これめっちゃうまいわ。上はしっとりチーズケーキ、中はサクサクビスケット生地、三ヶ瀬だって感じですね。おお。恥ずいからやめてほしい。ストロガフリー、マジ最高だった。マジ最高。なんかパイ、なんだろうな、もっとさ食べたいメニュー本当にいっぱいあるんすよ僕。いやーこれはね、あれいやラムリーバーガーのロゴ宣伝してるんですよ。これね、はい、広告塔になりたいのラムリーバーガーの。もうラムリーガンガン押す。ガンガン押す。だから今ずっと持ってんねん。ラムリーの関係者のあの見てたらボデ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 サイヤボデラムリー。関係者の方見てたらぜひよろしくお願いします。ちょまげジャパンと申します。まあね、でもね、あの本当に美味しくてね、屋台だけじゃなくて店舗もうちょっとね、うん、増えてほしいなってすごい心から思った。確かに近くにあったらすごい俺は絶対行くと思うから、なんでね、こういうとこもうちょっと発掘していきたいと思いましたね。そうだね。ということでね、まあ、ちょっと話変わるんですけど、この日本の震災 の動画僕たち上げたんですけど、本当にあのたくさん のスーパーピクス、いや本当にびっくりしました。ありがとうございます。本当にね、マレーシア人の方々の優しさ、本当にあの感じました。本当にありがとうございます。これ、ね、8月中はこの、まあ、このもちろんこの動画にあの、うん、当てられているスーパーテンクスはもう全額あの日本の寄付に回させていただきますので、うん、はい、本当あの応援いつもありがとうございます。本当にありがとうございます。はい。はい、というわけでね、あのまたちょんまげジャパンにこのお店行ってほしいよっていうところはぜひ教えてください。僕たち絶対行きますので。はい、次回合わせかビデオイニシラトカングッドほらチャンガルパサブスクライチャンネルイニーという、これでね僕らの動画がたくさん拡散されますのでぜひよろしくお願いします。はい、というわけでまたねー。チャンネル登録よろしく。イエーイ。